皆さんはこのリンゴがどのように生まれたと思いますか？きっとどっかの果樹園にあるリンゴの木に実ったものだと考えるでしょう。ではリンゴという植物や私たち人間が生まれたこの世界、さらには地球、宇宙はどのように生まれ、今後どのようになっていくのか考えたことがありますか？リンゴやブルーベリー、牛や羊、空気や水、私たち人類、あらゆるものの誕生のルーツを遡っていくと、地球や月の誕生、太陽の誕生、そして宇宙の誕生へとたどり着きます。今からおよそ138億年前の宇宙誕生、それはこの世界のあらゆる物質やエネルギーのもと、素粒子が生まれた瞬間でもあります。そして今、素粒子をより詳しく調べるために進められているのが国際リニアコライダー ILC 計画です。実験施設の建設候補地は岩手県と宮城県にまたがる北上山地の地下100メートル、長さはおよそ20キロ、2022年に建設開始、2032年の稼働が計画されており、今年日本政府が誘致の可否を判断すると見られています。この番組では ILC 計画が実現し、世界最先端の科学研究がこの岩手で行われた時、科学の発展や社会、教育や産業など、私たちの未来がどう変わっていくのかを考えます。物質の元の素粒子とは何か、この疑問は太古の昔に遡ります。この世界は何から作られ、なぜ変化するのでしょうか。例えば東から出て西に沈む太陽にはどんな力が働いているのでしょうか。未来の素粒子研究は物質と力の誕生、すなわち138億年前の宇宙誕生の謎を解き明かす人類の挑戦です。世界は空気や水、植物や砂などさまざまな物質から成り立ちます。これらの物質は分子、原子、原子核と電子というように細かい粒子へと分けることができます。そして現代の科学で分けることができる最も小さい粒子を素粒子と呼び、これまでに性質の異なる17種類が見つかっています。すべての物質は素粒子が集まり形作られています。私たちも地球も宇宙も、その誕生の起源は素粒子の誕生へと遡ります。では素粒子の起源はどのようなものなのでしょうか。1929年、アメリカの天文学者エドウィン・ハップルは銀河が遠ざかっていることを発見しました。現代宇宙論の基礎をなすハップルの法則です。宇宙は膨張し続けていることを示すと同時に、時間を巻き戻すと宇宙は小さくなることを意味します。宇宙はどんどん大きくなってるってことは観測的に分かっているので、ということは昔に戻ってみたら小さかったはずだ。で、今138億光年っていうすごく大きな宇宙ですけども、昔にずっと戻っていくと、この宇宙全体が原子1個よりもずっと小さかったんだというふうに考えられています。で、そうでないと今の宇宙が説明できないので、多分これは間違いないですね。素粒子よりも小さく無の状態から誕生した宇宙は、インフレーションと呼ばれる過程で急激に膨張したと考えられています。
この過程で誕生した素粒子は自由に飛び交い、全宇宙のエネルギーが集まった高温の世界になりました。直径はおよそ1センチメートル、100兆度の100兆倍という灼熱の火の玉、ビッグバンです。なんでそんなことが分かったのか。で、実は宇宙っていうのは面白くて、タイムマシンみたいなものがあるんですね。例えば太陽を見ると、実は太陽から光が私たちに届くのに8分間かかりますから、いつも8分前の太陽が見えてる。ですから今何かの理由で太陽がパッとなくなったとしても、私たち8分間気がつかないんです。のほほんと暮らしていて、8分後におっとこうびっくりするっていうわけですね。でもっと遠くの宇宙になって、例えばアンドロメダ銀河なんていうのを考えますと、250万光年先にありますから、もしアンドロメダから誰かこっちを望遠鏡で見てると、私たちまだ猿の格好してるわけですね。遠くの宇宙を見れば見るほど昔の宇宙が見えてる。ですから宇宙始まって138億年って言われてるんですけども、頑張って138億光年向こうを見ると、まだ始まったばかりの熱い宇宙が見えるんです。ですから、あ、ビッグバンやってるって今でも見えるんですね。だからビッグバンがあったっていうのは、そういう話を言ってるだけじゃなくて本当に見えるんです。ビッグバンが放った光は、宇宙が膨張する過程で波長が引き伸ばされ電波へと変化し、現在でも地球に降り注いでいます。しかし観測できるのはビッグバンから38万年後の様子。それより昔の様子を観測することはできません。私たちが太陽を見ると、太陽っていうのはものすごく熱くて濃い、まあ、ガスのボールなわけですけれども、あまりに濃いので光がずっと通ることができません。ですからどんなに頑張って太陽を見ても、太陽の中心を見ることはできないじゃないですか。ですから太陽の表面を見るのと同じように、望遠鏡でどんなに頑張っても見えるのはビッグバンの表面です。38万歳の宇宙よりももっと昔の宇宙を調べようと思うと、望遠鏡では見えることができないので、どうするかって言ったら、じゃあやってみよう、ビッグバンの時に起きてたようないろんな反応を実験室の中でもう一遍やってみれば、宇宙の始まりがどんな姿だったのかっていうのが見えてくるんだ。世界規模の実験プロジェクトの舞台がここスイスにあります。ジュネーブ市郊外ののどかな風景の中に研究施設が点在する欧州原子核研究機構セルン研究所です。セルンは第二次世界大戦終結から数年後、戦争で荒廃した欧州各国が科学技術で協力し合う場として構想が浮上し、1954年に12カ国が参加し発足しました。その後、平和のための科学を主眼とする国際機関として科学研究が行われ、現在はおよそ120カ国から研究者らが集い、人類共通のテーマである宇宙の謎の解明に取り組んでいます。発足から60年を間近に控えた2012年7月、ここで世界中の研究者たちが待ち望んだある大発見がありました。 We have a success today. We have a discovery. We have discovered a new particle, a boson. Most probably a Higgs boson.それは物質に質量を与えた起源とされるヒッグス粒子の発見です。物理の法則に影響を与えかねないこの発表は、ノイズなどの可能性を取り除き 99.99% 以上の確率での存在を示すため、10年以上かけて2000兆回にも及ぶ実験を経て行われました。この発見に使われたのが、円周の長さがおよそ27キロにも及ぶ円形の加速器 LHC です。世界最高レベルのエネルギーで陽子をそれぞれ反対方向に加速、検出器のある衝突点で衝突させることで高い確率でヒッグス粒子を発見できます。しかし衝突と同時に莫大な数の粒子が飛び散るため、衝突の中心が見えづらく、ヒッグス粒子の残骸を発見することはできても、その特性を詳しく調べることは困難でした。そして今、ヒッグス粒子をより詳しく調べるため、
LHC よりも小さな粒子を加速・衝突できる精度の高い加速器が求められています。茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構では ILC の心臓部にあたる超電導加速空洞と、これをマイナス271度の超低温状態に保つクライオモジュールの試験が行われています。超電導加速器の試験をするトンネルの中の設備になりまして、できました超電導加速空洞を実際の加速器に仕立てて電子ビームを実際に加速する、そういった設備になります。ILC では11キロメートルつなげますけれども、ここでは100メートルのトンネルしかありませんので、その中でできる限り長い時間運転をしてですね、その時に起きるさまざまな技術的なことを経験すると。 ILC は全長12メートルのクライオモジュールを直線に並べた大型の線形加速器です。2つの大型加速器を向かい合わせにし、素粒子の一つ電子とその反対の性質を持つ陽電子を加速・衝突させ、この時に作り出される素粒子の振る舞いや特性を調べます。 LHC が扱う陽子より小さい素粒子を加速・衝突できる ILC はノイズ、つまり余分な粒子が全くない美しい反応を見ることができます。これによりヒッグス粒子の詳しい特性を把握でき、科学を前進させる実験として期待されているのです。ところで、これほど大規模な実験で調べようとしているヒッグス粒子とはどんな素粒子なのでしょうか。現在知られている素粒子を表す標準理論、その最後のピース、ヒッグス粒子は研究者たちが50年にわたり探し続けてきたものでした。その発見の発表を受けた時に私は涙が出ました。でも見つかってみるとどうも変な粒子なんですね。今まで見つかったどんな粒々とも違う性質を持っている。原子の中でぐるぐる回っている電子っていう粒があるわけですが、それをゆっくりにしてくれてるんです。で、もともと電子っていう粒は本当は光の速さでビューンって飛んでいきたいんですね。だけど宇宙空間にこのヒッグス粒子がギシッと効率出るおかげで、それに邪魔されて飛んでいくことができない。ですから、もし宇宙空間に凍りついているヒッグス粒子がパッと蒸発してしまうと、体の中にある電子が突然光の速さでビューンと飛び出しますから、それで体が10億分の1秒ぐらいでパッとバラバラになってしまう。それをきちんと抑え込んでくれてるっていうのがヒッグス粒子の大事な役割なんです。素粒子をつなぎ止め、より大きな物質の形成に欠かせないヒッグス粒子は、ビッグバンから100億分の1秒後、高速で飛び回る粒子にまとわりつき動きづらくすることで粒子に質量を生んだとされています。しかしこれらはあくまでも想像の話。 ILC を使った実験でその理論が正しいかを調べようとしているのです。もう鳴るよ。今年1月に貫通した宮古盛岡横断道路の新区境トンネルは、宮古市区境と盛岡市柳川を結ぶ全長およそ5キロメートル。岩盤の掘削はドリルで開けた壁面の穴に火薬をセットし爆破。掘削後の壁面にコンクリートとロックボルトを打ち付け安定させるナトム工法が採用されています。他の工法よりもコストを抑えられ、山岳地の硬い岩盤の掘削に適しており、 ILC の地下トンネルの掘削にも採用されると見られています。新区境トンネルの一番の特徴は、とにかく今見ていただいたように大きな大断面であるということと、まあ、向こう側っていうのは南側なんですけど、センターで30メーター離れてますが、避難工も一緒に作業している。ILC の地下トンネルの断面は新区境トンネルよりも一回り小さいものの、規模は同程度と想定されています。20キロを超えるトンネルは工区を複数に分け、同時に掘り進められると考えられます。地
下100メートルと非常に深いところでの作業なので、そのまあトンネルを掘る技術とは別に、じゃあ何かあった時どうやって避難をするだとか、あとはその換気の問題、そういう諸問題はいろいろとあると思いますが、掘ることに関しては全く今のところ技術的には問題ないと思います。 ILC の実験では素粒子の一つ電子と自然界には存在しない陽電子を作り出し、加速衝突させます。電子というのは私たちの身の回りに普通に存在します。物質の中に入っているんですけども、陽電子というのは普通の状態では、まあ、ないんですよね。何とかして作るしかない。まず電子作ります。で、まあ、電子はこれも結構工夫をするんですが、基本的には物質の中から取り出すわけですね。そして電子をですね、まずその ILC を使って加速します。まあ、タングステンであるとかチタンであるとか、そういったものにまず電子をドカーンと突っ込む。で、突っ込むと中でその水生成という反応を起こして、それによって電子、陽電子両方できる。電子を加速し金属に衝突させると、さまざまな粒子が作られる追生成が起きます。作られた粒子の中から電磁石を使い陽電子を取り出します。実験に必要な陽電子は200億個にも上ります。金属の中では200億個よりはるかにたくさんの電子とか陽電子とかができちゃうんですね。どうしてもするとですね、何が起きるかというと、200億個の電子を普通これまで実験が行われていた加速器のようなつもりでパンと入れますよね。金属標的壊れます。割れるとかそういう意味で壊れます。溶けるとかね、割れるとか。金属の標的を壊さずに陽電子を取り出すため、電子の代わりに光を衝突させます。光は電子を光とほぼ同じ速さに加速し、磁石の力で蛇行させると生じる放射光を使います。さらに同じ場所に衝突し続けないよう、金属の標的を新幹線の車輪のような形にし回転させる方法が検討されています。加速器を使い、光に近い速度に加速した電子と陽電子は中央の測定器の中で衝突。電子や陽電子とは違う別の素粒子が作り出されます。 ILC の場合っていうのは2つ測定器が想定されています。この1つが ILD、 これは日本とヨーロッパが中心になって推進している測定器で、もう1つは SID、 これアメリカが中心になって推進しているものですね。 ILC では2種類の測定器が計画されており、加速器との接続を切り替え、互いにデータを補いながら精密な測定を行います。測定器の内部には6種類のセンサーが筒型に層になって設置され、それぞれのセンサーで性質が違う素粒子を調べることができます。その磁場の中で可電粒子が曲がります。要するにエネルギーが高ければ高いほど曲がりにくい、エネルギーが低いほど曲がりやすい。だからそれを測定することでエネルギーを測定しよう。電気を帯びた粒子は曲がりやすさが異なるので、その痕跡を調べることで粒子の種類が分かるのです。さらに外側のセンサーでは曲がらずに飛び出すヒックス粒子を見つけます。いろんな粒子への反応の強さを見て、本当に重い粒子に強く反応しているのかというのを調べる。そうなってたら標準理論は、まあ、これは正しいぞと。 ILC のある科学の未来は、素粒子の研究がさらに進み、宇宙がどのように作られたのか、物質や力の元がどのように生まれたのか、そして宇宙はこれからどうなるのかといった人類共通の謎が現在よりももっと明らかになるでしょう。それが何の役に立つのか。電気や磁気のさまざまな法則を発見したファラディは、
質問されました。その問いに対して、あなたは生まれたばかりの赤ん坊が将来どう役に立つのか言い当たれますか？と答えたといいます。現在では発電機やモーターの動作原理に応用されているこの発見ですが、ファラディ自身もこのような将来を言い当てられなかったかもしれません。19世紀に遡ると、科学者は化学反応の研究から原子の存在を理解していました。やがて原子の内部に電子や原子核が見つかり、さらに原子核の内部にはより小さな粒子があることが分かりました。20世紀に入ると加速器を使った研究が進み、最も小さい粒子、素粒子がいくつも見つかっています。電子の発見は照明や電子レンジなどには欠かせないものに。原子核の発見は現代のがん治療に応用されています。このように100年以上も前の基礎的な発見が今の私たちの生活を支える技術に応用されている例がたくさんあります。現在日本国内には1200を超える加速器が医療の現場で用いられています。福島県郡山市にある南東北がん陽子線治療センターでもがんの治療に加速器が使われています。陽子線治療と呼ばれる、放射線治療の一種なんですけれども、電気的に加速して、粒をですね、がんにぶつけるっていうような、そういう方式の放射線治療の一つです。腫瘍の遺伝子を傷つけることで腫瘍が細胞分裂できないようにしましょう。陽子線治療とは、加速器を使い原子核よりも小さい陽子を加速し、体の内部にあるがんの病巣にぶつけます。従来の X 線やガンマ線などの治療に比べ、病巣の周囲に与える影響が少なく、体への負担が少ない治療法とされています。このほか、現在私たちの生活に欠かせないものとなっているワールドワイドウェブも、世界中の研究者たちが実験結果などの情報を共有する目的で発明した技術です。このように基礎科学の研究は研究結果そのものにとどまらず、実験のための技術が輸送用機械やエネルギー、工業技術や情報通信、新素材の開発から難病治療まで、さまざまな分野に応用される可能性があるのです。基礎科学の挑戦が産業の技術力を高めるケースもあります。半導体や液晶の製造に欠かせない部品、自動車関連部品を製造する千田精密工業は、自社のノウハウや技術を駆使し、ある実験に欠かせない部品の製造を成し遂げました。直接 ILC に関わらなくても、素粒子というその研究開発をするですね、その分野にね、我々自身も関わることができるというところからね、入ってきましたので、あ、これは面白いね、課題をいただいた。千田精密工業が製造したのは電磁ホーンと呼ばれる金属製の部品です。電磁ホーンは素粒子の一種ニュートリノを調べるため、列島の地下で行われている実験で、ニュートリノのビームを束ね増幅させる役割を果たします。その製造には高い金属加工技術が要求されました。大きさ自体、加工機に入れるのがかなり難しかったんで、その辺と、あとは板厚が大きさの割に薄いんですよね。 3.5 ミリという 薄さをどう切削するかと、あとどう接合するか。巨大なのに薄い電磁ホーン、その製作は大型の機械を使っても5つに分けて作り、最後に組み立てなければなりません。金属を変形させることなく薄く削り、つなぎ目を滑らかに仕上げるため、何度も失敗を繰り返しながら1年以上かけて完成させました。もうホッとしましたねとにかくホッとして、嬉しいというよりホッとしたような感じですね。ただ単に化学競争して安ければいいというもの作りではダメだと、いろんな新しいものに挑戦するという夢を追いかけるもの作りもね、必要じゃないのと。
科学研究の枠を超えたイノベーションの可能性も芽生えています。世界的に見てこういう大きな実験施設はサステナビリティを言わないと社会に容認されないということがあるんですよね。で、今私が直接考えているのは ILC の電力は東北管内の新エネルギーで賄うことは量的に言って十分に可能であると、これは当たり前の話なんですね。それからもう一つは使った電力は全部熱になるんですよ最後はね。でそれを今まではクーリングタワーで空中にこう放出してたんだけども、それを回収すると、排熱を回収するという技術を今一生懸命開発してるんですよね。でさらにその回収した熱はどこに利用しますかというと、一番利用しやすいのは一次産業なんですよ。農林水産業なんですよ。久慈にある製材所に行きましたらですね、もうそこはすでにもう非常に高度な持続可能なエネルギー利用を成功させてるんですね。びっくりしたんですけど、ILC の排熱を利用するヒントが久慈市にあります。久慈市で椎茸の大規模生産を行っているこの会社は110棟を超えるハウスで年間およそ800トンの椎茸を生産、首都圏を中心に県外へ出荷しています。ちょうどいい温度っていうのが15度以上あと20度未満なので、冬は暖房しなければいけないし、夏場暑い時は冷房をつけなきゃいけない。ここでは全体の半数にあたる60棟のハウスで木材を燃料にしたバイオマスエネルギーによる熱が使われています。燃料となるのは製材の過程で余った木材、未利用材、それまで廃棄されていた資源を活用しているのです。ある意味お金を出して処分をしていたものなんですよ。販売できるようになりましたので経営的には多少はプラスになる効果、まさにこの未利用資源が、有効活用できている。木質チップは椎茸の栽培ハウスの隣にあるプラントに運ばれます。チップはまず乾燥機で乾燥させた後サイロに貯留します。その後ボイラーで燃焼し得た熱で温水を作り椎茸栽培ハウスへ供給します。さらにもう一つのボイラーでは蒸気を作り椎茸菌を植え付ける前の菌床ブロックの殺菌に使っています。この時チップの乾燥にはチップの燃焼で生じた熱を再利用しています。もともとは化石燃料ですね、灯油とか重油とかを使いながら冬は暖房してました。いつまでそういう化石燃料に頼れるかというところ、あとは地域で余っているものがあるのにわざわざ化石燃料にお金を使うということを、全てを解決できるなと思って、農業とこの木材利用というところがコラボレーションできたというところというのは非常に評価いただくことが多くなってきました。農業以外にもまた水産業もして他の工業、そういったところにもですね木材利用がですね熱という形で利用していただければありがたいなと思っております。未利用材を焼却するのではなく化石燃料の代わりに使うことで環境にも優しく木材資源の活用といった地域の課題解決につながります。久慈市で実践されている一次産業と三次産業のコラボレーションは ILC の運転で生じる排熱利用とさまざまな産業をつなぐヒントになっています。予想がつくようなことっていうのは大したアイデアじゃないんですよ。もう予想もつかないような組み合わせで新しいものが出てくるんですよ。で、ILC と林業なんて誰も考えないでしょ。その他にも思いもかけないようなつながりって出てくるわけですよ。そっちの方が面白いんですよ。ILC によるイノベーションはここ一ノ関工業高等専門学校でも芽生えています。ロボット工学を中心に研究している藤原研究室では ILC のあるパーツの開発に取り組んでいます。9376、はい、ステップが左側のカム で、はい、で右側のカムが8932ステップの時が初期値って記録したから、そこから動かせば多分とんでもない誤差は出ないはず。彼らの研究テーマは加速器で利用するアクティブムーバーと呼ばれる装置。
市内の企業や高エネルギー加速器研究機構、岩手産業振興センターと連携し開発に取り組んでいます。ここで開発しているこの機構方式設計の要件なんかが満たされたものがそのまま ILC の実機に搭載されると、実装されるっていうことが最終的なゴールになるかと思います。 ILC はクライオモジュールを数キロにわたりつなぎ加速器を作ります。衝突点のビームのサイズは100万分の5ミリメートル、つまりクライオモジュールは直線に連結する必要があり、わずかなズレも許されないのです。彼らが開発に取り組むアクティブムーバーは、クライオモジュールを支える課題を電動化することで遠隔から上下左右の微調整ができるようにするものです。さらにコンピューターで制御することで人手と時間の削減にもつながります。 ILC が実現して稼働するのっていうのは、ここ数年ではなく20年30年先なので、そこの時に僕の作ったものが実際に動いてるっていうのはとても、嬉しいことだと思いますし、加速器に使われている技術ってすごく先端技術のものが多いので、技術としてもすごく興味を惹かれるものなので、僕としては触っていきたい。2人を指導する藤原准教授は、ILC が巻き起こすイノベーションの可能性をこう捉えています。開発している技術が、地元に来ることになって地元に残るかもしれないというふうになるっていうことは、これは学生にとってものすごく大きい。モチベーションっていうのは教育的には非常に効果があってですね、ただやらされるっていうよりは、なんか面白そうだとか役に立つとか、そういったところで動かされると非常にいいかなということになりますので、それを与えてくれたことっていうのが非常に大きいのではないでしょうかと。 ILC のある技術の未来は基礎科学のあらゆる挑戦からもたらされます。それはこれまでと同様に、今後50年さらには100年先の未来の技術や社会を創造するでしょう。 ILC が融資されると、国内外から6000人以上の研究者とその家族およそ1万人が生活する国際居住区が形成されます。未来の地域社会は世界に開かれた、そして世界とつながる国際化の時代を迎えます。世界的な研究施設ができ、世界中から研究者がやってくるとしたら、私たちの住む町の様子は変わるのでしょうか。科学者とそれからその家族、それから施設の職員の方々が1万人集まると言われてるんですが、その方々が1万人の都市を作るわけじゃなくて、それぞれの家庭を持つわけですから、そこから研究所に通う、大きなアパートもしくはマンションみたいな建物を作ってそこで暮らしてもらうと、そういうイメージでは全くないんです。世界的研究施設のある街並み、ジュネーブ郊外にあるセルンを中核とした街がその目安になります。ここは円周が27キロにもなる世界最大のリング型加速器 LHC があり、世界50カ国以上から年間1万人以上の外部研究者が研究に参加しています。このうち3分の1は長期滞在者といわれ、周辺の町で生活しています。研究施設は研究施設で、大学のようなキャンパスにはなってるんですけれども、もうそれぞれが自由に自分の住みたいところに住んで通ってくると、日本人の普通の生活の中に世界から集まった科学者の方々が自然に暮らしていると、そういうイメージですから。世界から多種多様な言語や文化的背景を持つ人たちが集まる町、奥州市ではそんな町づくりの活動が活発化しています。この日、外国人住民と行政によるタウンミーティングが開かれました。5年ほど前から毎年開催され、外国人住民が地域の一員として地域活性化や多文化共生社会の実現に向けて意見を出し合っています。参加者の一人、トマス・アンナさんは奥州市の ILC 国際化推進員として市役所で働いています。
ILC が岩手日本に来たら外国人の研究者がこの辺に住むことになるので、そのための準備をしています。あと、まあ、英語での情報発信を Facebook、Twitter とかで長い間積んできた奥州市をもっと活発になってほしい。新しく来た人が困らないようにできるだけ早く、いやこの窓口はここですよとかいろんな情報を伝えられて、あと私たち外国人はこの地域の一員、まあ、構成人でもあるから、その面もあります。 ILC の実現にあたって、海外からの移住者に対する生活支援や生活リスクへの対応、環境整備を行う組織の設置も必要です。しかし最も大切なのは、困った時に頼れる住民の存在です。お互いを理解し合おうという心だと思いますね。そこからがスタートですよね。何か欲しそうにしてるけど何かわからないけど、じゃあ一緒に付き合ってあげるとか、そういう簡単なことだと思うんですね。そんなに英語がペラペラになることが必要かって言われたら、全くそんなことはないです。温かく接すればいいと思います。あと、まあ、文化の違いで周囲の人に迷惑をかけれてしまうこともあるかもしれませんが、それを、まあ、理解してあげてください、説明してくださいっていうのも伝えたいと思います。例えばゴミ分別の仕方が分からなくて、それで町内会で困りましたとか、そういう話があるかもしれませんが、まあ、優しく接してれば、それだけで十分だと思います。ドイツフランクフルトの南西およそ60キロ、世界遺産ライン渓谷中流上部にある小さな町リューデスハイムは、のどかなブドウ畑が広がるワインの名産地です。ここは世界中から人々が訪れるドイツでも有数の観光名所。それゆえ耳を澄ますと様々な言語が聞こえてきます。いろんな言葉が聞こえますね。今もうフランスの方が通りましたし、先ほど日本の方もいましたね。でヨーロッパでしか売ってないようなやつなんですけど、それのカバンと洋服を着ていた方なので、多分ドイツとかヨーロッパに在住している人が来たんだなっていう感じですね。国際色豊かな光景は観光地に限りません。戦後積極的に移民の受け入れを行ってきたドイツは、今や人口8100万人のうち1600万人が外国人。斉藤教授がグループリーダーを務める研究プロジェクトも多くの外国人研究者が参加し、その様子は国際研究機関さながらです。普通に雇用していくと、まあ、10% ぐらいはまず外国人なのが当たり前ですね。東西ドイツが統一されて、ヨーロッパも西と東の隔てがなくなって、勉強したいっていう人がどんどん流れてきたんですね。その時にうちの研究所はそういう人たちをどうぞ来てくださいということをしたので、それで外国人がどんどん多くなったんだと思います。地方の小さな町に多くの外国人研究者が住み、協力して科学研究に取り組む様子は、ILC がある未来の岩手の姿に重なります。人口15万人ほどの地方都市、ドイツ・ダルムシュタットの郊外にあるヘルムホルツ重イオン研究所は、主に高エネルギー加速器による学術研究と、重イオンビームを使ったがん治療の研究が行われています。ここでは研究者や技術者、サポーティングスタッフに国籍は関係ありません。研究グループリーダーを務める斉藤武彦教授は、原子核の構造や未発見の原子核について研究している実験物理学者です。GSA っていうのはまだ国のプロジェクトなので、そういう中でやっぱりどんどん受け入れていくっていうのは、これやっぱドイツのいいところだと思います。急にご近所に外国人が来たりアジア人が来たりっていうのは、非常に不安もあると思うんですね。ただドイツ人のいいところって何かっていうと、陰口を叩かないんですね。
世界から来る人はどうぞ来てくださいっていうのが結構ドイツの今の感じですね。だからシリアからの難民に関してもやっぱりドイツは受け入れるということをしたのはやっぱりこれ歴史的に昔排他的なことをしてしまったことからの反省というのも多分あるんだと思います。そんな斉藤教授は震災後福島、宮城、岩手の津波被災地の子どもたちに不定期で特別授業のボランティア活動を行っています。これまで県内123校1万1000人を超える小中学生に宇宙や物質の成り立ちについて語りかけてきました。科学への好奇心を刺激し夢や希望を持ってほしい、世界に目を向けるきっかけにしてほしいという強い思いがありました。そして特別授業を受講した当時中学生の少女が単身ドイツに渡りました。ドイツ南西部の町ハイデルベルグは古城と城下町からなる中世ヨーロッパの町並みが広がります。市内にはドイツで最も古い大学があり人口の2割が学生という学問の町でもあります。市内の語学学校に通う小倉珠樹さんは地元岩手を飛び出して幼い頃から憧れていたドイツに留学。ドイツの大学入学に必要なドイツ語を学んでいます。自分が思っていた以上に日本に近いなと思うところがあってこっちに来てすぐに友達がたくさんできたんですよ。困った時に助けてくれるのでそれこそ寂しい思いをしたことはないですね。小倉さんが高校卒業後すぐに留学を決断したのは斉藤先生の特別授業が力になったと振り返ります。海外に挑戦してそこで職を得て活躍してらっしゃる方っていうのが斉藤先生しかいらっしゃらなかったのですごくそこに惹かれたものはあったと思います。世界に飛び出し将来に思いを馳せる彼女の目に映る世界は自身の経験からは想像を超えた新しい世界でした。ドイツは外国人がいるのが当たり前、違う文化がすぐ隣にあって当たり前、違う言語が飛び交っていて当たり前、もうそこの認識から結構違うと思うんですけども、日本はどちらかというと排他的だと思うんですね。他の文化に対して異文化を感じて異文化を受け入れることだと思うんですね。心を開いて他の人のことも理解しようとしてってそこに尽きると思います。 IOC のある地域の未来は日本の文化や自然を楽しみにやってくる外国人を隣人として受け入れ町内の一員として日常生活を送ることが望まれます。そこは日常会話に日本語を使い外国人との間に壁を作らない心のバリアフリーを実現する社会です。ILC の意義は素粒子や宇宙の研究、イノベーション、地域振興にとどまりません。基礎科学という世界共通の文化を日本で築くことで子どもや若者に夢や誇り、挑戦意欲を呼び起こすことでしょう。また世界が協力して取り組むことで世界平和の実現にも大きく貢献します。 IOC のあるみんなの未来、そこには新たな日本の創造への期待が込められています。